一族に知らせが届きました。半蔵が名役に背き、今や天下、今から一組の舞台を編成します。召喚画面に移動してください。普通してはやってみましょう。今回の召喚は無料ですよ。高級召喚では星3から5の武将をやってみましょう。今回の召喚も無料ですよ。殿、我らの部隊は形ここをタップすると冒険戦闘の武将アイコンをタップして出陣する武将、出陣した武将は自動でこのマップを探索します。一定時間ごとに今はこのステージを探索しています。探索が終わると戦闘イベントが発生しました。この先で相手は妖怪に取り憑かれています。気をつけて戦って勝利しましょう。武将にはそれぞれ属性があります。異なる属性の武将の間には相性があります。武将たちは自動で戦闘を実行します。攻撃またはダメージを受けるとエネルギーを獲得できます。殿、素晴らしいものを獲得した戦利品は自動的に倉庫に保管されます。ここをタップして獲得した破片が指定の数に達するとその武将を召喚できます。乱世の平定に強力な不必要な武将は分解して分解する武将を選択してください。分解して武魂を獲得しました。武魂が手に属性がアップしました。殿、武器アイコンをタップして武器を選択します。殿、武将が武器を装備して攻撃が大幅にアップしました。強力な部隊でまたステージを開放するには強力な、素晴らしい、ここをタップすると次の冒険エリアに。待ってください、今はこの冒険エリアを探索しています。準備を整え、この先で何かあるようです。武将アイコンをタップ、武将アイコンをドラッグすると武将の位置を入れ替えることができます。またここをタップして次の冒険エリアに進みましょう。素晴らしい、新しい機能が解放されました。確認してみましょう。ここをタップしてオンライン方式、ここをタップして毎日ログインを実行しログインボーナスを受け取ります。新しい機能が解放されます。あ、高級召喚関数が割引セール、早くタップ見事高級召喚関数は、とりあえず一度高級召喚をやってみましょう。素晴らしい、探検隊が強くなりました。殿、名乗りを上げましょう。素晴らしい名前です。わからないことがあったらまた私をタップしてください。乱世を平定する日までご一緒します。気をつけて、相手は属性オーラを発動しました。敵
のオーラを長押しして確認してください。